ああ、日本オラクル MySQL グローバルビジネスユニットの梶山と申します。普段はですね、製品の導入のご提案であったりですとか、設計の、MySQL を使うですね、システムの設計のご支援などを担当しており、また、MySQL の新機能、新技術とこういうもののご紹介もしております。ズルームのツールチップは消えないのかな？大丈夫かな？まあ、行きましょう。はい。で、本日はですね、MySQL Operator for Kubernetes というもの、それから MySQL Shell for VS Code というものについて、ご紹介をしていきたいと思います。おかげさまで MySQL ですね、引き続き多くのお客様にご利用いただいている製品でもありますが、いろいろなですね、利用形態をご用意しているものになっています。旧来という言い方もいけませんかね、オンプレミスでまだまだ大規模なシステムをゴリゴリ運営されている方もいらっしゃいますので、従来通りですね、オンプレ環境で、また、仮想環境です。というような場合。もしくはクラウドであっても、インフラは使うけど、ソフトウェアのコントロールは自分たちでしたいというお客様も非常に多くいらっしゃいます。ので、そういった方向けには従来の MySQL というのも継続的にリリースがされています。コミュニティ版無料のものと商用のサポート付きのですね、商用版も合わせて提供しています。それからオラクルのクラウドサービス OCI 上では、インストールを簡単にするためにですね、すでにイメージが事前に用意されていて、ポチポチっと押していただくだけで、環境構築可能ですよ。でも、マネージャーではないので、マーケットプレイスからのものは、自分で、メンテナンスしなきゃいけない、逆に自分で、あらゆるとこ OS レベルのですね、ファイル含めて触れるというものがあります。で、その他、マネージドサービスとしては、今、MySQL の開発チームで、ですね、運用を行っている MySQL ヒートウェブデータベースサービスというものがあります。で、今日こちらはですね、メインの話題ではないですが、少しだけこの製品ご紹介をさせていただくと、まず MySQL ヒートウェブデータベースサービスというのは、MySQL 開発チームが DevOps を兼ねている、運用も、運営も含めですね、DevOps もやっているクラウドデータベースになります。で、まず、MySQL ヒートウェブデータベースサービスの基本構成、ですね、サーバー単体で動かす、もしくは、3台1組で、子会社構成を組んでいる、仕組みのところが、いわゆる MySQL サーバーのマネージド版。で、この MySQL サーバーのマネージドデータベース、特徴としては、まずストレージ性能が、ですね、他社の、MySQL ベースとしているとか、MySQL 風の、クラウドデータベースと比べて、圧倒的に基礎性能として、ですね、IOPS 高いものをご用意しております。他社さんですと、ギガバイトあたりの IOPS が1桁 IOPS なんですが、MySQL ヒートウェブデータベースサービス、追加料金払わなくても75 IOPS ギガバイトあたりということになっていて、まずストレージ圧倒的に早い、ディスク、データベース結構ディスク、ですね、大事な部分になってきますが、そこを入り口から、まあ、性能差出ますよ。で、その上で、値段をつける際にですね、まあ、ここはオラクルが後発ということもあって、マネージデータベースの MySQL 後発なので、他社さんの価格を見て、3分の1になるようにという値付けをしているのに、ストレージ圧倒的に早いというものがありますね。ここぜひ見ていただければなというところ。そして、この製品の名前にヒートウェーブとついている一番の特徴が、MySQL サーバーに加えて、ヒートウェーブというエンジンをですね、外付けのエンジンをくっつけて、そちら側で分析処理などを高速にやりましょうというものになります。で、こちら、今日の取材ではないので、ほんとざっくりとですが、先日のセデック、ゲーム業界向けのイベントでですね、ジニアストノリティさんという会社の事例について、弊社の稲垣というものが喋っています。で、ここは、ゲームの継続率、どのくらいなのかというのをかなりいろんな条件で、ですね、振り分けて、条件式ちょっと抽象化されてたり、架空のものにしてあったりしますので、実際のものとは少し違うんですが、今まで何時間も何時間もかかっていて、ですね、バッチ走らせるのも大変だったというものが、まあ、分単位で、返ってくるようになっているので、毎時間できるようになりましたというようなもの。で、これ、MySQL サーバーから外にデータを出して、データウェアハウス的なですね、ソリューションで分析しているわけではないので、リアルタイムのデータが、まあ、6分後ではありますが、ほぼほぼリアルタイムで出てくると。で、詳しくは資料を公開してますので、そちらをご覧ください。
で、ちなみにヒートウェーブには内部にいいですね、機械学習エンジンというのも用意してますんで、データベースサーバーの中のデータをアプリにデータ引っ張り出すということもせずに、データベース内で機械学習処理やって、予測やですね、その予測に対する説明を、まあ、アプリケーションで受け取る。API も整備されているので、アプリケーションユーザーが行うべきは、このデータに対するモデルを訓練しますよ、訓練済みのモデルで予測しますよ、予測に対する予測モデルの説明、エクスプラネーションしてくださいというですね、スケール関数スケールだけで実行できていくので、簡単な機械学習アプリ開発に貢献できるものになっております。というのが真ん中のですね、マネージドサービスのヒートウェブというものでございました。で、本日のセッションタイトルにも入れさせていただいている MySQL Operator for Kubernetes というものは、Kubernetes の環境に対して InnoDB クラスター、これを構築、運用もできるですね。そしてそれを管理できる、モジュールになります。もちろん MySQL、CNCF ですね。クラウドネイティブ、アンドスケープの中ではもちろんデータベース製品として含まれて、います。で、いろいろなですね、コミュニティ、もしくは会社さんで、この MySQL を Kubernetes 上で運用するための、ツール群、オペレーターが作られて、います。で、もちろん、MySQL の開発チーム以外にもですね、いろんなバージョンがあるのを我々は認識してます。それから日本からは、サイボーズさんの方々が中心となって、MOCO というですね、オペレーター運用ツールを公開をされています。で、我々の MySQL の開発チームでもやりましょうと言って動き出したのが、MySQL オペレーター for Kubernetes なんですが、まずこの MySQL オペレーター for Kubernetes の中でですね、構築されるもの、構築及び運用されるものというもの、それがこの InnoDB クラスターというものになります。で、名前の通り、データ損失ないですよ。そして、いわゆるクラス、データベースのクラスタリングができるものですよ。というご紹介をさせていただいております。この InnoDB クラスター、これ別に Kubernetes さん、もしくはですね、MySQL オペレーター for Kubernetes の環境に限定しない、どのような環境でもお使いいただける、クラスタリングの仕組みになります。で、InnoDB クラスターというソフトウェアがあるわけではなくて、いくつかのものを組み合わせた構成パターンについて、InnoDB クラスターという名前を付けというふうにご認識いただければと思います。で、この MySQL InnoDB クラスター、一番根幹となるのは、右側の画面下、四角で囲った部分が、MySQL サーバーがプライマリーサーバー、セカンダリーサーバーというのが並んでいて、データをグループレプリケーションというレプリケーションの拡張のですね、仕組み。こちらで、データを複製する。そして、この環境サーバー同士が、それぞれにですね、通信をしていて、万が一プライマリーがいなくなったら、セカンダリーがプライマリーに昇格するとか。アプリケーションからは MySQL ルーターというソフトウェアルーターを介して接続することによって、後ろ誰がプライマリーでセカンダリーというのをアプリ側は認識しなくていいという、そんな形になっています。それから今日後半でもお話をするところに関連してくるんですが、MySQL Shell という MySQL の新しいクライアントプログラムがあります。で、この MySQL Shell の中に、Admin API という名前で、MySQL サーバー環境の運用管理をできるんですね、コマンド群、が用意されています。で、これを使うことで、この複数台のサーバーが動いて、ルーターがいてというところですね、セットファイルを自分で、あれやこれや書いて、それをそれぞれのサーバーにですね、コピーして、MySQL サーバー起動して、起動して、起動して、なんていうことないように。少ないコマンド数で起動できるこんなアドミン API あります。で、これらシェル、ルーター、そして全体の InnoDB クラスターの仕組みはもちろんコミュニティ版でもですね、ご利用いただけるようになっています。で、個人的にはここ最近後半でもお話している MySQL シェルおよびそのですね、GUI として開発を進めている MySQL シェル 4VS コード、特に MySQL シェルについてはもう手放せないツールに個人的になっていて、いろいろなデモでご紹介を何かするとか、まあ、ちょっとした、ですね、サンプルを作っていくと、もしくは POC などを行う場合にも、この MySQL シェルで、
やるのが基本となっております。まだ MySQL シェル使ってない方、ぜひ、お使いください。多分、後で同じこともう一回言います。で、この MySQL InnoDB クラスターのですね、高可用性構成の、ポイント、通常の使い方としては MySQL のレプリケーションと近い形で、ご利用いただけるようになってます。ただ、アプリケーションから接続する先はルーターにしておくと、後ろ側、どういう構成になっているかっていうのをアプリから意識しなくても大丈夫ですよ。1台目に、1台選んだサーバーがですね、読み書き両方を行うプライマリーノード、他が参照専用のセカンダリーノードという構成になります。で、万が一、プライマリーのノードがですね、倒れてしまった場合には、セカンダリーの中から新しいプライマリーが選ばれて昇格して、で、ルーターからの接続も切り替わるようになっています。で、またですね、このメンバー追加も、割と簡単にできるようになってます。MySQL シェルから、この新しいノードをクラスターに追加するよう、コマンド一つですね、クローンということで、既存のノードからデータやですね、スキーマ構成を全部、持ってきます。この点々点の通信が MySQL サーバープロトコルを使っているので、一回ファイルシステムに何か書き込んで、どっかのファイルのやつをもう一回読み込んでとかいう作業をなしてですね、クローンが作れる便利な、クローンプラグインというのが MySQL の8.0最終版に入ってますので、こちらもぜひ見ていただければと思います。で、この全体構成が InnoDB クラスターと呼ばれているもの、それをですね、コンテナ上でも構築できるようにとして用意をしているのがこちら、オペレーター for Kubernetes になります。で、結構ですね、最初のプレビューリリースをしてから、ですね、いろんな方にテストをしていただいて、正式版に至るまで、1年ほどかかっております。で、1年ほどかかって、システムとして一応正式リリース GA 版にはなったんですが、まだまだですね、やるべきことはいっぱいあるというのが開発チームでも分かっていて、メトリックスやですね、稼働統計を取るところ、もともと拡張しなければいけない部分が残っています。で、さらに言うと、台数をですね、増やしたり減らしたりというところ。MySQL InnoDB クラスターの仕組みとしては、既存環境に新たにノードをどんどん追加していく。そうすると増えたノードに対して MySQL ルーターがですね、接続を振り分けてくれる。で、このところは、MySQL InnoDB クラスターは持ってるんですが、ちょっとこちらのオペレーターの方には、全部は反映しきれていないという状態になってますので、そこをまだ開発待ちです。じゃあ今何ができるのかというと、まず、環境の構築、出来上がる環境としてはこんな感じ。画面ですね、真ん中辺のところの、イルカが複数並んでいるところ、InnoDB クラスター構成になります。それから別のポッドに MySQL ルーターを置いてですね、アプリケーションからの接続先としては全てこのルーターの載っているポッドを指し示していただくということを想定して作られています。で、MySQL オペレーターが入っているポッドの方では、全体、まずは環境をもちろん構築して起動するところ、そして、MySQL シェルを通じてですね、例えばですけど、フェールオーバーではなくて、手動でスイッチオーバー、プライマリーを切り替えるというのも可能になっています。想定される利用パターンとしては、バージョン、ソフトウェアのバイナーバージョンアップをしていかなければいけないときに、一時的に既存のプライマリーを、ですね、セカンダリに落として、別のセカンダリをプライマリに昇格させる。その上で、1回クラスターから切り離してという操作入ってくるときは、このオペレーターから MySQL シェルのコマンドを通じて実行していきます。それからそれぞれのポッドの中にですね、MySQLD が動くコンテナがいますので、MySQL サーバー自身になってますが、データの永続化先としては、ブロックボリュームに、それぞれのサーバーのブロックボリューム、MySQL サーバーの、に該当するですね、ブロックボリュームの方にデータを書いていく、そんな構成にしてあります。で、この MySQL のようですね、オペレーターを使った InnoDB クラスター構成、まだ今年の5月にリリースされたばかりではあるんですが、国内でもですね、もう間もなく本番運用というお客様、台数としては、MySQL サーバー部分と MySQL ルーターの部分で合わせて11台、12台
の規模の高性能ですね、お客様というのが出てきていたりします。ですので、ぜひですね、すでに Kubernetes 環境あるよ、マイスクール動かしたいよ、動かしてるよ、こちら見ていただいて、特にこのマイスクールの InnoDB クラスターですね、最初の方でご紹介しましたが、フェールオーバー自動的に行ってくれるときに、今データロスがないということを保証できる、アーキテクチャになっています。ぜひですね、こちらを見ていただければと思います。で、この MySQL Kubernetes、オペレーター for Kubernetes なんですが、ざっくりまとめるとこんな感じ。できる機能としては、InnoDB クラスターの、まあ、自動デプロイと言ってますけど、環境構築のところですね。で、スケールインやスケールアウトと言っていて、ノード追加はできるんですが、ちょっとですね、手動のステップがまだ入るので、もうちょっと楽にしようねというところ。で、フェールオーバーもちろんできますというところ。で、ローリングアップデートもですね、できるようになっていて、さっきの MySQL シェルから順番に、プライマリーを切り替えて、昇格させるということを行っていけるようになっています。で、これですね、今、宮原さんから、ズームの方のチャットで、いただいてますけど、ストレージの性能どうなるのかっていうところ、実はこれ、我々もですね、開発チームの外のメンバーは結構気になっていて、大丈夫なのかなと思いながら、まあでも、その議論って昔 VM 上にデータベース構築するなんて言ってたこともあったので、どっかで乗り越えていく課題なのかなと思いながら、個人的にはちょっと不安がないわけではないですが、ただお客様がすでにやられているので、まあちょっとそこのですね、状況も見ながら、ちょっとドキドキしながら様子を見ております。はい、ということで、従来ですね、マイスケル、オンプレの環境、VM、それから IaaS の上にマイスケルサーバーをインストールするという使い方、マネージドなパターン。で、それとはまたですね、ちょっと違った形で、自分たちでマイスケルサーバーの面倒は見るけれども、プラットフォームは Kubernetes の環境になってますよというお客様向けのもうですね、マイスケルオペレーター for Kubernetes というのがあります。ちょっと画面下右下ちっちゃくなってるんですけど、Kubernetes というわけではなくて、Docker をですね、自分たちで、まあ、ポチポチ運用してるぜという方向けに、MySQL サーバーのドッカーイメージでの用意もされております。ここまでが MySQL オペレーター for Kubernetes についてになります。ちょっと中身が浅いんじゃないと思われた方、はい、申し訳ございません。今日はですね、2つプラスアルファのテーマで喋っておりますので、この MySQL オペレーター for Kubernetes についてですね、ちょっと最後のまとめで先出しちゃってますが、モラクルのビデオハブというサイトがあります。で、そちらの方に、MySQL Japan チャンネルというのがあって、一番直近のイベントが、この MySQL オペレーター for Kubernetes について語っておりますので、コマンド類なんかの実演もしてますので、ぜひそちらをご覧ください。後でまた戻ってきます。続いてが MySQL Shell および MySQL Shell 4 VS Code というですね、ツール群のお話でございます。で、MySQL 周辺の各種プログラムですね。もちろんこれ、オープンソースコミュニティ、サードパーティー的なツールもありますが、あくまでも MySQL の開発チーム、オラクルにいる MySQL 開発チームが作っているツール群というものをご紹介をしているのがこちらのスライドです。で、右側はサーバー関連およびですね、スクリプト類になっています。MySQL D が MySQL サーバーで、その他起動用のユーティリティ群。それから MySQL のクライアントプログラムもですね、昔からあるやつといえば、小文字小文字の MySQL のやつ、ですね。その他、データを出力するダンプだ、MySQL ダンプだったり、MySQL アドミン。昔はこの MySQL アドミンないとシャットダウンできなかったような気がしますが、今はもうシャットダウンコマンドで、ですね、簡単に落とせますが、というもの。で、その他、コマンド類がある中に MySQL シェルというのがあります。で、次のスライドでご紹介します。その他 GUI ツールとして、MySQL ワークベンチ、こちらもだいぶですね、開発始まってから歴史のある、ワークベンチという、個人的にもすごい大好きなツールですが、それに加えて新たに MySQL Shell 4 VS Code という、GUI が加わっておりますので、そのお話をこの後させていただきます。クライアントの接続ですね、クライアント、コマンドラインクライアント GUI のものですね、もちろんアプリからは、API として接続部品、ドライバーという呼ばれるようなものを使って、マイスクサーバーにアクセスをしていきます。
別に画面出てるですね、スクリーンショット画面、すごいちっちゃいんですが、MySQL シェルというものがありまして、こちらがですね、MySQL シェルの、の見た目、ちょっと旧来の MySQL と違ってカラフルなところがありますね、というのが画面上ちらっと見えるかと思います。それでは MySQL シェルですね、従来の MySQL の5文字のクライアントと違います。私はよくこれつい新しい MySQL のクライアントプログラムですよと言ってるんですけど、まあ、25年以上経った5文字の MySQL に比べて相対的に新しいだけであって、実は2017年に GA リリースされてますので、もうすでに5年ぐらいリリースされてから経ってるものになります。で、とはいえ我々の努力不足なのかですね、まだまだこう、MySQL シェルで日々運用もしくは MySQL 触ってるよという方が多くはないのは実情なので頑張って宣伝しているところですが、もちろんGPL のコミュニティ版の MySQL シェルご用意をしております。で、一つポイントとしては画面右側のように、SQL だけではなくて JavaScript モードおよび Python モードというのを用意しております。で、この Python モードや JavaScript モードにしといていただければ、中で打つコマンドは SQL ではなくて、もちろん、それぞれの開発言語の構文を使えるようになります。で、MySQL シェルが持っている MySQL サーバー用の各種ライブラリ、および外部ライブラリをインポートして、ですね、この対話型で、コマンドを実行することもできるようになってますし、MySQL シェルにですね、Python や JavaScript のプログラムを加わせて、MySQL サーバーに接続する部分はシェルの機能を使いつつ、Python のプログラムを実行する、JavaScript のプログラムを実行するということも可能です。それから、各種のユーティリティご用意しております。タブ補完、もちろんなんですね、あります。というところ、地味に便利です。それから従来の MySQL クライアントと違って接続方法がいっぱいあってですね、ご自由にお選びください。一番最初のやつが昔の MySQL で、も使えてて、まあ、最初の2つか、ですね、3省略形、1文字で、ユーザーやホスト表すタイプ、ハイフン2つで、表すタイプありましたが、それ以外に URI で、ですね、設定、書いておいて接続することも可能になっております。それから、シェルというプログラム自体はですね、起動、それ単体で起動することができるようになっていて、その後で接続しに行くなんてことも、もちろん可能です。で、シェルですね、いろんな機能およびユーティリティが用意をされております。ユーティリティの一つですね、サンドボックス環境を簡単に構築できるもの、DBA クラスの下にですね、サンドボックス関係の、メソッドが並んでますんで。そちらを使ってサーバー構築したり、止めたり、それを削除したり、ということも可能です。それから MySQL シェルというものは、UTT を動かすだけではなくて、JavaScript および Python からデータに対して SQL を使わずにデータの読み書きをできるようにというですね、NoSQL API の名称としては XDev API と言っていますが、こんなものを用意し、かつ MySQL サーバーがJSON ドキュメント、JSON ドキュメント、JSON データ型として JSON ドキュメントをサポートしてますので、SQL を一切使わず、データもテーブルではなくて JSON に入れてそれを読み書きするという、いわゆるJSON ドキュメントデータベースの使い方ができるように、ですね、そのためのクライアントにもなっています。もちろん、その API は各種のクライアントライブラリにも実装されてますんで、ね、MySQL を完全な JSON ドキュメントデータベースとして使うことができます。その他、データのインポートやエクスポートのためのユーティリティ、それから JSON をですね、今扱えるというところもあって、MongoDB の BSON を MySQL サーバーのですね、JSON データにインポートするための UGT なんかも用意をしています。4番、個人的に大好きだし、めっちゃ実用性の高い、アップグレードチェッカーというのがあります。アップグレードチェッカー、MySQL 5.7から8にメジャーバージョンアップするよとか、5.7のあるバージョンから別のバージョンのマイナーバージョンアップ、5.7、5.7、もしくは5.7から8.0、もしくは8.0の中でマイナーバージョンアップするというような場合ですね。例えば予約後とか、
セキュリティ関係の設定の部分で互換性があるないというのを事前にチェックをして、修正方法などですね、提案してくれるコマンドラインのユーティリティがあります。あと右側、先ほどご紹介したグループレプリケーション環境を作るための API、 それから InnoDB レプリカセットというのは MySQL が昔から持っている非同期レプリケーション環境に、MySQL のルーターをくっつけた構成になります。でこれもシェルからですね、ユーティリティでポコポコポコと複数のサーバーに設定をばらまいて起動するということも可能です。その他、InnoDB クラスターを2つくっつけたですね、クラスターセット、ディザスタリカバリー構成用ですね、InnoDB クラスターを非同期レプリケーションにつないだものも用意しています。でこちらについて詳細はですね、YouTube 上で MySQL シェルを使ってもっと楽をしようと検索していただくと出てくるところ、梶山が喋っているビデオがございます。でそちらにですね、シェルに関する資料も、へのリンクも掲載しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。さてさて、こちらでからご紹介するのが MySQL シェル 4VS コードになります。MySQL Shell 4VS コード、こちらは MySQL の GUI での MySQL ワークベンチ、それと先ほどここまでですね、ざっくりとご紹介したコマンドラインツールの MySQL Shell、これの機能を組み合わせたものになります。MySQL Shell 4VS コードをですね、現時点ではプレビューリリースとなっておりますので、ご注意ください。そしてですね、このバージョンが 1.4.0 プラス MySQL 8.0.30 ですね、VS コードの拡張機能としてのバージョン 1.4、 それから同梱される MySQL シェルが 8.0.30 ということで、ちょっと長いバージョン名になっております。でライセンスはですね、今 MySQL が標準で持っている使っている GPL の V2 でございます。でちなみにもうだいぶ MySQL のですね、サーバー含めたライセンスがピュアな GPL の V2 ではなくなってからもう長年経っているんですが、こちら利用者の方にとっては基本的にはメリットのある方向しかない追加条項です。OpenSSL のライセンスと GPL のですね、V2 のところ、互換性がないとされている部分もありますので、そこについては GPL の、ごめんなさい、OpenSSL 関連ですね、ライブラリに関して同梱再配布が可能ですよという追加条項が入っていると。まあまあ、難しいことを考えずに GPL のですね、MySQL シェル、その GUI 版と捉えてください。あとですね、今日スクリーンショットをいくつかこのプレゼンテーションに入れてるんですが、実は先ほどですね、先ほど今朝6時間ぐらい前にマイナーバージョンアップされて、1.4.0 になった関係で、もしかすると最新のGUIと若干違うかもしれませんので、そこをご了承ください。先ほどですね、このスライドの最後の見直しをしていて、念のためちょっとサイトの情報を確認しに行ったらバージョン上がってるじゃん。で、動作確認もしたら確かにアップデートされたっていう状態になっております。はい。で、この MySQL Shell for VS Code 何ができるかというと、ワークベンチですね、お使いの方はご存知かもしれませんが、MySQL サーバーにつないで、スケール分の実行などができますよ。で、それ以外にもですね、接続、設定を、まあ、あらかじめ、保存しておいて、毎回毎回いろんなも手入力しなくても大丈夫です。なってます。その他、OCI 上の MySQL のサービス、MySQL HeatWave、こちらに接続したり、サービスの起動停止ですね、など各種操作ができるようになっています。また、データベースに接続した後は、DB エディターという環境で、こちらにですね、SQL 文および JavaScript のコマンドなどを打ち込むこともできます。あと、インターフェースちょっと今整理を進めてもいるんですが、MySQL Shell のフル機能を使うには、ですね、Shell GUI コンソールというのを別途用意してますので、そちらをお使いいただく感じ。で、その他、管理ダッシュボードがあるので、後ほど見ていただきます。操作環境は、まあ、MacOS、Windows、Linux ですね、各環境になってます。インストールに関しては、VS Code の拡張機能として、提供されていますので、まず VS コードのマーケットプレイス行っていただいて、MySQL Shell と打って、ください。そうすると上の方にいろんなですね、各種拡張ありますが、イルカのマークがついた、MySQL の公式の方ですね、MySQL Shell for VS コードあります。こちらをインストールしていただきます。で、これ、
VS Code の拡張機能については時々あるかもしれませんが、あーですね、このローカルアカウントに MySQL を利用するための証明書を作成、行われますので、そのためのポ確認ダイアログが表示されるケースがあります。で、インストールしていただくとですね、画面上に各種のコンソールが、ごめんなさい、ウィンドウが出てきて、例えば、SQL 文をですね、実行するためのウィンドウで、ここは SQL でもないんですが、show variables や show status を打っていただければ、下にですね、テーブル形式で出てきます。イメージとしては、ノートブック型のですね、GUI に書く製品ありますが、それと同じような形、コード保管もします。それから、グラフでですね、GUI を可視化するような、ごめんなさい、データを可視化するような、仕組みも、実装しています。で、ここ、一回ですね、開発が進んだ段階である程度ライブラリの整理をしたんですが、どうも開発チームの方で、ですね、変更をかけた部分があるらしくて、今ちょっと移行中でうまく表示されないタイプのグラフがあって、先ほど動作確認もしたんですけど、線グラフを書いたつもりがなんかブーメランみたいな不思議なですね、こう模様ができちゃったパターンもあったので、ちょっとここを鋭意開発中という感じでございますが、このグラフを出すときのコードをですね、画面上小さくて申し訳ないんですが、冒頭のところにもですね、TS という実は小さな表記になっています。TypeScript が使えるように、ノートブックの中で使えるようになっていて、TypeScript のライブラリを我々の方で用意していて、そこを活用してグラフ表示をしていくというものになっています。それから、まあ、ここを例えば Python のプログラムを VS Code で開いていたら、プログラム内で SQL 書かれている部分あるかもしれません。まあ、ちょっとここはあんまりいい例じゃなくて、SQL をフルフル書いてあるパラメータ等ですね、ないパターンになってますが、これ SQL の部分で右クリックしていただくと、Execute Embedded SQL with MySQL Shell ということで、MySQL Shell 側にですね、この SQL 文を、まあ、自動的にコピーして実行して結果を見れるような。そんな仕組み。そして、このですね、MySQL Shell 側で、MySQL Shell 側で、SQL 文を変更して、動作確認をしたりしたら、今度逆に MySQL Shell 側のでですね、オリジナルのソースファイルに反映するよということができるようになっております。それから現時点では、ノートブックの方では、ちょっと諸々の理由でですね、Python のサポートができていないのもあって、MySQL Shell のフル機能および管理 API、Admin API を使うためには、データベースの接続よりのですね、別のところに書いてある MySQL Shell Console というところを使っていただいて、例えばここではですね、MySQL サーバーに MySQL Shell から接続に行って、インスタンスダンプ、ダンスサーバー全体のをですね、設定を含めてダンプをする、ダンプインスタンスコマンド、ユーティリティ、これを使って、ダンプを取る、作業をしています。で、実際にここドライランでか、オプションがついているので、実際にデータ出さずに動作確認だけしている感じですが、こういった各種のアドミン API 実行できるですね、コンソールもご用意をしております。その他、管理 GUI、管理 GUI ということで、MySQL Workbench でもすでに使えるですね、サーバー、今どんなふうな設定およびパラメーターで動いているのということを確認できる、サーバーステータスの画面、それからクライアントからの接続状況をですね、今何本接続があって、誰が何を実行してて、何にどのくらい時間かかっててということが、まあ、ショープロセスリストの結果といえばそうなんですが、それを GUI で表示する。で、画面上からですね、この接続なんかずっとクエリ実行してるけど結果返ってこないし、中止しようというようなことももちろん、画面からできるようになります。それから一番右がパフォーマンスダッシュボードをですね、実際にネットワークの通信、ここをちょっと負荷をかけてみた場合、ごめんなさい、ベンチマーク流して負荷かけてた場合、ネットワークのグラフとかちょっとビョコビョコしてたりとか、MySQL サーバーのですね、メモリの利用状況、ストレージへの IO、InnoDB のメモリ利用状況やストレージの IO というものが表示をされていきます。それから MySQL ヒートウェーブですね、OCI 上のマネージドサービスですが、こちらに対して、この GUI からですね、接続をしたり、起動停止再起動、
および MySQL ヒートウェブ、OCI の環境で、プライベート IP のみを持って動くサービスになってますね。どうしても、外からですね、接続しに行く場合には、踏み台さんが必要ということで、踏み台サーバー経由で接続するための設定も、対象のサーバー、右クリックしていただければ、接続設定作りますよということも可能です。で、まだまだですね、未実装のものが時々あってですね、対象のサーバー選んで右クリックすると、今、例えば右側のスクリーンショットのメニューに一番下に、コンピュートインスタンス、VM の上に MySQL ルーターを起動して、そこをエンドポイントにするんだっていうこと書い、あのメニューがあるんですけど、押しても何も起こらなくて、返すのにこれどうなってるのっていうか、ソース見てみても、どうも何も書いてないように見えるというところで、まあ、プレビュー版なのですいません、そういうこともあるかもしれません。ということで、ですね、MySQL Shell 4をごめんなさい。MySQL Shell 4VS コードをですね、バグ報告をしていただけるように、ツール内でもなっております。接続設定などを行っていく画面の点々点のところですね、右クリック、ごめんなさい。これクリックしていただくと、バグレポートをするよというところ。で、これを押していただくとですね、MySQL のバグデータベースに直接飛ぶようになってます。で、特にですね、お使いの VS コード、ごめんなさい。MySQL Shell 4VS コードのバージョンだったり、OS というのは先にあらかじめ入力されています。あと、カテゴリーもですね、選ばれてますね。あとは、辞書をご報告いただければと、思います。というのがですね、MySQL Shell 4VS コードについてでございます。で、今日前半でお話をした MySQL オペレーター、あと冒頭で少しだけ触れさせていただいた MySQL ヒートウェーブ。こちらについては、過去のウェビナー等をですね、無料でご視聴いただけるように、ログインとも不要です。すっとですね、見ていただけるようになってます。で、そちらのにはオラクルビデオハブの MySQL チャンネルというのがありますね。こちらをぜひご確認いただければと思います。で、すべてビデオですね、見ていただけるビデオ、その会のセミナーの資料というものは、ビデオの説明の書きのところに資料へのリンクつけてありますので、合わせてご活用いただければと思います。それから MySQL Shell 4VS コードについてはですね、これまだ、やることを決めたほやほやで、ユーザー会の酒井さんからですね、コンパス上の登録ページの呼び込みの文章とアジェンダ考えといてねって昨日言われて、週末やりますと言ったところなので、すいません、まだですね、登録、申し込みページ等がないんですが、必ずですね、ツイッターのハッシュタグ、マイスクラアンダースコア JP、こちらの方をつけて、告知をさせていただきます。ので、そのハッシュタグを追っかけていただくか、酒井さんをフォローするのが一番ですね、確実に、イベントをやるよ、イベントの内容こうだよというのを確認していただける、感じかと思います。で、そちらの方でですね、マイスクラシェル 4VS コードの詳細をお話をできればと思っております。で、少しだけですね、お時間ございますので、実物を見ていただければと思うんですが、ライブデモの怖いところで、何かトラブルがあったら、ごめんなさい。そこはですね、見逃していただければと思いますが、まず、インストールした直後ですね、は、こんな感じで、ウェルカム画面があります。が出てきます。で、初回はですね、この Next を押して、今画面上ちょっといろいろバーって出てますが、OS のもうですね、証明書の登録があるので、それやってね、ということを言ってきますので、指示に従ってやっていただいて、で、OS のですね、パスワードを入力プロンプト出てくると思いますので、ご対応をお願いします。で、インストールが進むと、最初は一切ですね、この接続設定ない状態なので、ニューコネクションというのを押すと、接続の名前ですね。で、それから説明、まあ、適当に書いていきます。で、IP アドレスなんですよ。どこですよ。まあ、これオーカラホストになってますが、ポート番号や、ユーザー名。それから、パスワードですね。もうあらかじめ登録しておくこと、おくことができますので、パスワード入れておいてください。それから、デフォルトのですね、スキーマ名何にしましょうか。まあ、別になければ、通常のマイスケサーバーもそ、あの、クライアントもそうですけど、まあ、とりあえずつなぎに行って、どこのデータベースも使ってない状態。で、SSH トンネル使うという場合にはですね、踏み台サーバーどこですかというところが次のタブで、ごめんなさい、SSH の証明書類ですね、使う場合には、
ここにいろんなことを聞いてきますので、入力しておいてあげて、ください。それから、これか。ごめんなさい。アドバンストの方にはですね、さらに接続設定の入力ができるようになっています。で、タブの出る位置が違うからごめんなさい。ちょっとドキッとしたの。SSH トンネルの場合、こっちですね。踏み台さんの方ですね、URL や接続設定を書いてあげるタブ出てきます。それから、もともとあるのは SSH の設定ですね。と、対象が OCI の方ですね、MySQL データベースサービスの場合には、踏み台にするですね、踏み台サーバー、要塞のサービスですね、を指定してねというタブも出てきたりいたしますと。で、アドバンストは接続の追加設定ですね。で、あらかじめ作ったものを、ローカルの例えば MySQL サーバーですね、つなげるようにしておくと、デフォルトではですね、サクッとつながるはずなんですが、なぜかさっきから試すと1回目うまくつながらないというですね、ことがあって、もう1回やるとつながったりするはずなんですが、ドキドキ。はい。ね、早速バグ報告する項目ができたんで、よかったなと思っておりますが、で、デフォルトではですね、小データベースズ。で、こんな感じで、まあ、SQL 実行すれば、結果が出てくるという感じです。で、冒頭のところにですね、ちらっと小さく書いてあって、スラッシュ JS to JavaScript あります。スラッシュ JS、JavaScript モードに変えてあげる。で、入力はいけない。さあ。保管が変なふうに聞いてますね。ダメ、エンター押しちゃダメ。そしてエンターが入らない、この恐ろしさ。ご機嫌斜めのようです。ごめんなさい。JavaScript モード飛ばしましょう。TS 行きましょう。TS。よいしょ。で、TS とタイプスクリプトのモードにします。で、ちょっとこれ、いいよいしょ。あらかじめ用意したものをっていうやつで、この辺ですね。run SQL という指示をしつつ、真ん中辺で、PyGraph クラスというのですね、レンダーメソッドを呼びます。で、このリザルトというところには、この上の SQL 文が入るようになっています。で、これを実行してあげると、実行してあげると、実行されないって言って文句を言っているので、ボタンを押してみましょうか。よいしょ。はい。ライブデモの怖いとこですね。こういうこと起きますね。よいしょ。あ、もう一回やってみよう。あ、よかった。動きましたね。はい。で、こんな感じでですね、グラフを描いてくれて、ここは、ワールドデータベース、マイスの一番昔からあるデモ用のサンプルデータベースのワールドデータベースのカントリーテーブル、その内容を、まあ、可視化しているものに。それからこの辺、ですね、画面の真ん中辺には、OCI 上の私のですね、まあ、テスト環境、そこに MySQL の、サーバー、単体のタイプのもの。それからちょっとだけ画面小さいんですけど、アイコン、違う形になっているのが、ヒートウェーブのですね、分析クラスター付きのものになっています。で、設定、構成どうなってるのというのをですね、右クリックした時のこのビュー、DB システムインフォメーション、押してあげると、ちょっと時間、一瞬出ましたね。はい。で、ヒートウェーブ構成ですよ。どっかにですね、ヒートウェーブクラスターの設定書いてあるかなと思ったんですけど、パッと出ましたね。今これインアクティブになっているので、このノードの構成情報が出てきています。で、その他、今動いているやつ。こいつですね。ここに対して接続するときにも、初回接続するときには、どうしてもこいつ、プライベート IP しか持ってませんので、踏み台サーバーさん経由で接続しますよという、ところですね。ここ今同じ名前があるので、選んだりましたが、こんな形。それから初めからですね、対象の DB システムの ID と、踏み台サーバーさん、私の書き方もすでにあるので、これを使って接続をしますよ、なんてことが全部書かれております。
あらかじめ作ってあるのはこちらになっていて、接続しに行こうとするとですね、先ほど繋いじゃったので、中継サーバーさん、踏み台さんには、をですね、初期設定するところはなかったので、一瞬で繋がりましたが、初回接続時は踏み台サーバーさんの初期化が入るので、ちょっとだけ時間がかかります。で、ここも本当繋がってるだけなので、マイスサーバーになってるので、まあ、補完使いようと思います。こんな感じでテストのスキーム、私がテストで使っているスキーマがバラバラと出てきているのが見ていただけるかと思います。で、その他ですね、ごめんなさい、接続したのはこっちなんで、右クリックすると、この辺、ですね、ロードダンプフロムディスク、既存のデータ、MySQL シェルのダンプ機能を使って吐き出したデータをロードするということも可能になっています。他にも既存のですね、設定を複製してねとか、ああいうのも出てまいります。で、こっち側、右クリックしたいんですが、ぐるぐる回ってますね。既存のところですね、存在、すでに作ったデータベースのシステムに対して、再起動だったり停止の指示をこの GUI から出してあげることもできます。で、画面上ちっちゃいのでお気づきになった方ももしかしたらいるかもしれませんが、ですね、この接続設定の中にですね、ここにもデータベースのタイプ、SQLite が選べるようになっていて、つなぎに行くとですね、もうあらかじめデータ入れてあるんですけど、SQLite のデータも読み書きできるようにどうもなるようです。ただ、まだですね、実装が全然まだまだこれからなので、ドットで始まるコマンドが全部エラーになるので、使い物にならないんですが、どうもこんなことを考えているようでございます。というのが、ですね、MySQL Shell for VS Code というですね、GUI になります。こちらは先ほどご紹介したシェルの方にですね、SQL を持っていくよと、画面の下の方に、ですね、今実行した SQL 表示されたりします。まあ、こんな感じでございます。はい。以上ですね。MySQL for VS Code および MySQL オペレーターフォーク版についてございました。以上で、梶山のセッションとさせていただきます。ありがとうございました。はい、梶山さん、どうもありがとうございました。ですね、非常に興味深い内容なので、時間があれば勉強会も行ってみようと思います。ありがとうございます。はい。ここだけもう一回だけ出させてください。はい。9月22日の夕方、夜です。ね。はい。ありい。ありががとうごとざいうごまざす。います。これ、コンパスでしたっけ？告知とか。だと思います。まさに酒井さんから Twitter で DM が来てて、中はい。身書いてねって言われたと。はい。ですね、今手元で見てます。はい、コンパスでございます。ね。はい。なんか VS はい。コードがだんだん昔の Emacs 化してますね。いや、環境ですっていう環境です。環境です。になってきましたね。ね。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。